なんだ君、俺の黒猫ちゃんになりたいのかい？イズちゃん、黒猫ちゃんにしてあげてもいいんだよ。まあ、黒猫はセリフ処理が安定やな。お、インポスター幻明や、イビルハッカー。誰にしよっかな、黒猫ちゃん。僕の可愛い黒猫ちゃんにしちゃおうかな。ナイス、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 ナイスボタン。わあ、これさ、マットメイト使用すれば釣られないんじゃね？うわ、ワンチャンタイミング次第であるな。いや、まあ、ある。絶対黒じゃねえかよ。戦術だよ。しねえじゃん、逆に。マットメイトは逆に マットメイト使用しないのよ。誰にあげようかな。僕の可愛い黒猫ちゃんはどこかな。あ、ナイス、ナイス、最強、最強、最強、めっちゃ喧嘩しちゃった。めちゃくちゃいいな、このボタン。うん、そうか、インポスターでもマットメイト使用すればワンチャンのこと。いや、だからマットメイトはマットメイト使用しないんですって。取り合いや、タスクが思わせてと見せかけて、逆の逆が、ね、逆の逆にする。あー、頭ややこしくなるわ。なんだ君、俺の黒猫ちゃんになりたいのかい？イズちゃん、黒猫ちゃんにしてあげてもいいんだよ。よく合いますね、ゲンさん、僕たち。うわあ、え、どんなアーカイブらへんか、シャワーらへんじゃね？か、リフトとか。うん。これ多分アーカイブかな。先に出しとこは伊豆さんミーティングルームです。お、はい、ありがとうございます。はいはいはい。高田さんがトータスさんみたいないつぐらいですか？序盤、中盤ぐらい。中盤ぐらい。僕とアメネコさんがアーカイブからシャワー降りるときに、うん、アーカイブの左のドアを開けようとしてましたね、トータスさんが。あ、じゃあそっちの方が後だわ。うん、うん、で残して僕とアメネコさんが、メインの除染が終わるぐらいまでは時間ありました。メインの除染で停電がちょうど入って開けた、うんうん、一応チェロさんの死人もあって、僕メイン脇なんですけど、メイン脇でメインエンジンに行くときにエンジン側からチェロさんがメイン方向に入ってきてるのが見えてるんで、ただ最序盤なんでその後どこ行ってるかは知らないです。あ、俺も最序盤見てます。チェロさん、伊豆さんはチェロスケがメインに行ってるんだったらエンジンルームの配線タスクで伊豆さんと一緒になり、宿舎前のダウンロードするタイミングで伊豆さんが金庫室に入ってたかな。あ、そうです。でその後ミーティングの奥行ってるってことだよね。はい、うん、だから伊豆さんはできなさそうかなって思う。富士宮バイタルです。うん、富士、あの仮にアーカイブシャワー館の、スキルだった場合は、富士宮さん関わりなさそうな雰囲気はある。弁当の可能性ぐらい強いて言うなら、うん、まあ、てかチェロスケのアーカイブシャワー館のキルだった場合って、まあ僕とあれだな、梅健さんが女性入ってる間にちょうど通ったか、まあでも序盤でメインに行ってるんだとしたら、僕はどっちかというと戻ったか下行ってる方がしっくりくるけどな。明るいタイミングで見てない、もちろんのこと。でもあんまり左開けてたんすよね。トータスじゃないの？テレナオスさんって誰でしたっけ？テレナピカクロス高だ、うん、超高機右真ん中開け、ま、真ん中ですよね、うん、最後超高機右で開けた。あ、あとです、梅健さんとアメネコさんってもうずっと女性ですか？
ずっとというかアーカイブから除染に2人で行って、最後除染終わって、エレキ降りた瞬間ボタン、僕は最後 3秒前ぐらいまでは一緒です。じゃあ私多分無理って言えます。私宿舎脇でエンジンメインの左のタスク2つやって終わりなんですけど、もしお二人がそう通ってるんだったら私はクロスするはずなんで、右で殺しに行ってた場合は右で停電直してそこにトータスさんいないならやっぱアーカイブとかラウンジに戻ってるか、うん、トータスさんはそうアーカイブ復帰でチロスキーは下か。高野さんチロさんの死にてどこであるんですか。あ、序盤だから伊豆さんが見た前に俺が見てるって。ああ、ヌーンを右にあることを主張しよう。このターン白取りてえな。ないボウ。うん、ないボウ。一応ヌーンは今のターン確認したら右にあったと思うんで、多分さっきのターンヌーンで左に来てることはないと思います。うん、ごめんなさい、梅犬とアメネコの情報でトータスってリフトの右入ってったの？あ、僕は見てない。左の扉のとこにいたんで、開けようとしたのか左の本棚閉まってたのか分かんないですけど、左のとこに残して降りてきてますね、僕たちは。トータスさん開幕貨物の方から多分来てるので、うん、ラウンジの方になんで右方向に戻る理由がワイヤータスクぐらいしかないはず。今ね、ごめん、アーカイブの扉確認したら左だけ開いてなくて右と下開いてて、で右をアーカイブの右の扉開けた人物ってトータスなのね、うんうん、でその以降おそらく扉が閉まっていない。なんでだ、なぜかっていうとアーカイブの右を開けた人物がいないから、それ以降、うんうんうん、俺とピカってだって開けてないよね、あれ。開けてないですね、開いてた。開けてない、開いてたから、開いた状態だから、トータスが最後開けた状態のままなので、うん、リフトの右側にトータスは必ず侵入していない、閉まってるから。ああ、じゃあよかった。ケンさんってメイン最後どこまで来てます？ベントタスク終わってちょうど真ん中入ったぐらいだと思ってます。暗室の手前ぐらい。なので、ちょうど2人が、うん、エレキ降りた直後ぐらいなのかな。あ、いや、ってことはね、僕ってエレキの方行ってて、ゲンさんのことをせいだとすると、梅犬さん右に戻ってる以外ないから、梅犬シェリフ CO で、そのエレキ上のところら辺に死体がないなら僕はアメネコさんに白が出せるので、うん、一旦ここに白で考えてもらって、高田さんとピカさんが同伴してたなら、まあ一回この4白で整理してますか。あとするとゲンフジミヤ、さっきも言いましたけど、私が殺す場合エンジンメインでもっと右側に行くか、昇降機右にベントで飛ぶぐらいしか多分ルートがないので、死人がないから、まあ一応停電直前藤宮さんがバイタル方向に降りてるのは間違いないとだけ、ただその後の時間があるから、エレキューまで抜けて例えば、メインできるってことはできなくはないが、その場合多分、梅犬アメネコと遭遇する。うん、遭遇しない場合はもう停電の時に抜けてるっていう髪抜けぐらいでしょ。今更ですけどエンジンメインカーのドアは私が開けてます。そう、伊豆さんってさかなさんをミーティングの右で見てるんですよね。見てるというか、そこの情報出してくれたんでいるんやろうなっていう感じですね。先に出さないと多分疑われるから先。そうですね、とりあえずタカピカ梅アメを一旦白で見て進める感じにいいですよね。うん、梅検査シリフよかったな。これきちいな。
あ、高田さんはシャワーのタオルタスクをやってたんで、富士宮支店で弾けるのがピカウメ剣。高田さんに関しては、あのね、高田剣士がいる前にまず名屋伊豆さんが下に降り、うん、で俺が階段を上り、高田剣士が会ってるんですね。その後源さんがアーカイブから来て、なので4人、はい、その4人の中ですね、梅でピカクロスができないのは最後ヌーンから左から右に行ってるのを確認してるので、このでで右に抜けたのが伊豆さんと私と高田さんだったと記憶してます。僕ずーっと右が直してます。左が全然直らなくて、ずーっと右が直してます、ね。右は明夜さん直してるの見て、僕はそれを放置して、ラウンジアーカイブ戻りましたね。私と伊豆さんが戻ってます。で高田さんがどこに来られたかわかんないんですけど、僕主観の話でほぼほぼ伊豆源どっちかで村はいいんじゃないかなと思って、うんうん、もう源さんかなと。梅源さんのアメネコさんラインもないし、ピカさんの高田さんラインもないから、伊豆さんが人外の場合って繋がってたのって魚さんじゃないですか。そう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 、ただ魚さんを弾く場合っていうのは麺屋さんもそのあたりにいるんで、あんまり魚さん切る位置ないと思うんですよね。源さんの位置がエンジンメインというところから下位置があったとしてもレポートが入ると思うので、僕主観で魚さんを弾いて源さんの方かなと思ってます。ただチェロスケの死人があるのって魚伊豆だけだから、例えばミーティングの奥とか、僕は金庫まで入れてないから金庫とかに死体があった場合は僕目線その2人は弾けない。必ず配置してもらえるんやったら、客観的に伊豆魚のラインを弾くために僕から釣って源さんまで落としてもらうと確実に。ピカさん視点どう見えます今？さっきのキルも合わせて筆頭源さんかなと思ってるぐらいな。先ほど私になっちゃうのはしょうがないと思うんですけど、ただ梅健さんとアメさんも死んじゃったかのお二人に お話ししたかったんですけど、私結局初手キルは絶対できない位置だって主張させてください。梅健さんとアメネコさんが蓋をしてることになるんですよ、右に行こうとしたら。で私はエンジンとメインカーのドアを開けてるので、そこにいた証明一応取れると思ってます。というよりかは、二人がエレキに降りてる間って、メインって源さん一人になってるから、その後トータスさんが下ってきてメインの右側でキルされてるパターンが私は想定してる。梅健さん釣り先決めてください。源さんにしますね。トータスさんがね、ラウンジからアーカイブ行って、その後タスク終わった後絶対シャワーの方に降りてきてるはずなので、多分停電、僕たちがいたの除染メインの除染で停電だったんで、伊豆さんまで多分トータスさんがメインの方に来てるかなって。さすがにもう蹴られてると思うので、高橋一応配置しますか。右直します。伊豆魚の強労か麺屋さん短労しかもしますね。僕はこのターンキルにかからないこと、今回皆さんも見せる、もう分かってほしいけど、厳しいかな。いや1キルしときゃよかったか。ナイス。多分だけど僕目線だと、富士宮って僕目あの富士宮視点僕ってキルにほぼ関われなくないですか。そう、宮さんは昇降機右に最初からいたので、で上に他の人いたんですよね、伊豆さんとか。最初魚さんと僕がミーティングのカードタスクやってるって時の話で、メイヤさんは魚さんの死人ってないんですか。魚さんはいや俺ずっと下で直してたから分かんないな。もう全然右が直んなかったから、他の人がどういう風に動きをしたの。前のターンですね、停電、あの停電中か、あれは あれでしょ、あのミーティングの上でしょ。だって俺はミーティングに登ってゴミ捨てタスクだけやった後に、ボタンを押してるから右の情報は見れてないのよ。はい、なんか伊豆さんまで落とさなくていいから、源さんに止まっとけんじゃないかなと思ってます。源さんで2キルって起こせる。今のもう伊豆魚のラインか麺屋さんしかなくないですか、初手が。今のって1人1キルって、1人1キルってありますか、今の。1人1キルはないな。1人2キル、1人2キル。ああ、ないんじゃない、厳しいじゃない。ないんだったら、藤宮君視点ってどうなってんだろう。僕は魚伊豆の強労が一番濃いかなと思ってます。魚伊豆強労の源さんがインポスター。源さんが初手は、トータスさんを右でやってて、伊豆魚がチェロ。なるほど、なるほど。ああ、確かにチェロさんの情報出してるのここだけですもんね。伊豆さんはね、最後俺が昇降機から登った時に、昇降機の上にはいたんですよ。で、その後シャワーの、タオルタスクの上ら辺までは行けたけど、そこまでは死体がなかった。魚さんはどういう動きしたんですか。どうなった。いや今のターンです、リアクターのターンです。あ、リアクターのターンはリアクターの右の方に行って、で昇降機右で下降りて
こっちだけやって、メイヤと伊豆がいたからね。で、藤宮とピカクロスが右に行ってるのを俺は視認してるから、タスクを優先し、で、昇降機上に登ったら高田健士が待機していて、アーカイブ右から左に来る昇降機に入ってくる源さんとすれ違っている状態だから、その時に高田健士はまだ生きています。で、俺はその状態でシャワー、メインホール、エンジンルーム、宿舎前通路の左まで行き、ピカクロスが左から右のヌーに乗ってるのを確認してるから、それを出して。ちょっと待ってください。これピカさん釣りますよ。これなんか強人釣ったらまずいですよね、一番。だからスキップがいい。いや、スキップがいいと思います。とりあえず、梅健さん一人で決めてほしいかなとは思っている。あ、スキップにします。梅健さん、強人道を言うと信用できる人間はアメネコさんぐらいだと思ったので。プラスアルファ、多分伊豆坂で繋がるっていうけど、話的に伊豆メイヤも繋がると思ってるから、多分伊豆さんってまとめと多分繋がりうる。ただね、あの、僕だからダブルキルに関われないって、ピカさん。タスクがきついので。その前、藤宮が僕に白出してるから、藤宮まで。あれ僕マットの場合は、どうするか、伊豆さん。アドミン見て殺しに行くしかねえな。1キル。ほら、ピカさんの死体がエレキにありました。エレキ。アドミンを見ていってます。ん？エレキの何番にありました？エレキの石側から入ったところなんで、7と4の間ぐらいですね。あ、割と前のアドミン情報を持ってて、エンジンメイン宿舎で、エレキが2やったんですよね、はい、それを見て、向かってます。僕は多分エンジンですね。皆さんはすれ違ったのエンジンで、多分メインからその後誰か動いたか分かんないですけど、メインかそのエレキ2のどっちかの人間が結構怪しいかなと思って。ごめんなさい、ちょっと僕が多分決めるんで全部整理させてくださいね、うん、トーターさんとチェロちゃんの時、メイヤーさんと藤宮君の最終位置、ごめんなさい、もう一回いいですか。藤宮は、診察です。診察さんからも一応初手だよね、うん、初手は僕ボタンを押してます。メイヤーさんボタン、ボタンで、伊豆さんと坂野さんと、じゃあメイヤーさんは一緒にいた、ミーティングルームの右側にいたのが坂野伊豆。俺がちょうど中間にいて、エンジンルームから宿舎前通路、ミーティングルーム上がって奥の方に行ったら伊豆さんがいたから、先に死人情報を出したっていう状況。メイヤーさんもそうだから、メイヤー坂野で決めるしかないかな、まあ、伊豆さんもマットを置いて、伊豆さんはね、金庫室だったら伊豆さんはキルできると思う。ミーティングではキルできないと思う。ね、メイヤーがね、俺の白照明出せるんだったら、宿舎前通路、昇降機左、ミーティングルームで登ってると思ってて、そこに死体がないんだったら俺のキルができない、うん、あ、だから金庫室だけのみ無理。俺は主任できてないから、それ以外は大丈夫。あのターン僕はチェルちゃんを見たのが、魚さんと伊豆さんが、メインから右に行ったって言ってる。で、僕は、エンジンルームにいる伊豆さんと配線タスクをやった後に、僕はエンジンルームのダウンロードをやって、で、伊豆さんがその間に多分金庫に入っていき、金庫からミーティングに登って先に行ってるんだと思います。てかさ、伊豆さんってさ、うん、アドミン情報、俺、メインから右行ってんなら、魚さん視点でメイヤーさんってゼロに関われなくないですか？メインから右に行ってるのであれば、シャワーアーカイブとかの方ですよね。ボスターメネコさんとかがアーカイブシャワーのとか、メインを通って、だから、最序盤の話なんで、その後にエンジンに帰ってくる可能性もあれば、エレキに降りる可能性もあるので、だから、チェロスケの情報が出てるのは、この伊豆さんと魚さんからしか出てないのね。だからミーティングとかで、ね、最序盤だよ、最序盤。そう、一番最初湧いて、メイン湧きから速攻でエンジンの方向に行ったところなんで、いや、魚さん行きます今日、いや、俺だろ、いや、ごめんなさいね、魚さん行って、あの無理だよ、俺終わんなかったら僕終わんない、ちょっとね、怖そうだったら僕シェリフの能力使うかもしれないんで、いや、なんで、いや、絶対使ってください、絶対使ってほしい。終わんなかったらもう行きますか。誰で怪しまれるんだ、俺は分かんない。
頑張ろう伊豆さん、頑張ろうな。よし、ナイスナイスナイス。あら、伊豆名やかこれ。そうなんです。あらあら、うまいな。ドキドキした。危なかった。6人盤面で伊豆さん釣らないとな。6人盤面で、あ、そうだね、伊豆さん釣られたら。そう、黒猫。いや、うまかった。いや、ありがとう伊豆さん、助かった。 PP 待つか、すごい悩んでレポートでした。エンジン2を見た。いやー、ナイス。いやー、ありがとう。いや、これむずいな。いや、暑かったよこれは。いや、申し訳ない、申し訳ない。ナイスバイト。やっぱゲンさんっすよね。さ、あのゲンさん太鼓にあげて伊豆魚のみじん貝キャラで僕から落としてもらえないかなと思って、うん、いや、これはちょっと僕の思考が及ばなかった。いや、申し訳ない。いや、でもゲンさんがそこ2キルしてくれたのがすごすぎて、リアクターの時私が2キルなんで、メイヤさんができないっていう情報が多分。そう、あれが強かった。割と使っていただいて嬉しかった。超助かった。アメネコさんが先切るの、あと高田さん切るか。そうそうかな。あ、だって俺ちょっと。うん。ですです、1人2キルなんで。これ難しくない？どうすんの今の。いや、いやでもゲンさんが2キル取ったのがマジで強かったと思います、あれは。なんか単純に別に魚が怪しかったっていうより、あのその名屋がなんかその他情報から白くなっちゃって、うん、結果2択で魚になったっていうのはなんか結果の仕方ない気がするけど、うん、ゲンさんがもう本当時間切りで2キル間に合ったって感じ。あ、もう時間ちょうど、うん、ああ、ちょ、うわー、なるほどな。富士宮支店は多分そう、あのあそこのキルは僕はほぼ関われない人間だから、うん、あれはそう、ゲンさんの2キルがすごいって感じ。あ、やっぱり、あの関われないって主張ってのはあれか、後の2キル、2回目の2キルって、そうそう、2回目のダブル、そうそう、うん、あれはもうね、僕違和感があったのが、ゲンさんがお土産するんだったら俺が直近にすれ違ってるから、俺キルでよくないと思ったから、キルしなかったのがなんか、うん、キルクル溜まってないのかなと思って。うんうん、あー、なるほど。伊豆さんもうまいことね、魚さんとライン繋ぎつつ、僕ともライン繋ぎつつで、ありがたかった。めっちゃ伊豆さん偽装してましたし、ピング高い人っています？